杉原正人は、日本中央競馬会の騎手。美保トレーニングセンター所属。埼玉県出身。実家が所沢で小さい頃から父に連れられ、東京競馬場に行き、大和メジャーが勝った天皇賞を郷類他の目の前のスタンドで見て、騎手を志した。2011年に美保、藤沢和雄厩舎からデビュー。競馬学校27期生で、同期に横山和生、島田純次、森一馬、藤掛隆らがいる。初騎乗に際し、不運が重なり他の同期よりデビューが遅れ、2011年3月26日の小倉競馬第8競争の古棚でようやくデビューした。これは本来デビュー予定の3月5日6日に騎乗予定だった馬が除外となり、さらに翌週は出走が決まったものの、3月11日に発生した東日本大震災で中央競馬が中止になったことによるものである。初勝利は同年5月14日、新潟競馬第6競争。2013年1月21日、高知競馬場で行われた第27回全日本新人王走破戦で優勝。2013年11月16日の福島競馬 7R8R で勝利。翌17日は 4R6R7R で勝利し、年間21勝のうち5勝を2日で上げる活躍を見せた。8度目の重賞挑戦となった2014年のフローラステークスではマジックタイムに騎乗し、平場でもほとんどない一番人気に押されたが6着に敗れた。2017年6月30日に一般女性と結婚。2018年7月23日に第一子となる男の子が誕生した。2019年4月21日、福島 QR をコンダクトレスで制し、JRA 通算100勝を達成した。ありがとうございます。